わ。はいはいはい、食べて食べて、はい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 、食べて食べて、はいはいはい、全然変わらんやん。うわー、うんこはしないといけない。おっ変なんでてる。こんばんは。今回からはですね、デブ猫を育てるモッドということで、まあ、ちょっと大きなモッドになると思いますんで、作っていく過程からちょっと動画にしてみようかということでやっていきたいと思います。で、まあ、まあ早速ね、作っていきとう、いきとうていくんですけど、まずはモデル作りからやっていきたいと思います。このデブ猫卵というやつ、最初そのモンスターをスポーンさせないといけないんで、これをまあ卵みたいな感じで振ると出てくるようになると。でモデルはですね、ちょっと山猫のモデルを参考にコードを書き換えてみました。なんかコブみたいなのついてる。化け物だこれ。あ、ちょっともうちょっと書き換えてみました。わあ。わ、何これ、気持ち悪い。フライカンは夢出てくるわこれ。テクネというモデリングツールがあるんですが、それを使ってちょっとやってみました。よくないこれ。あ、でも首、首取れるわ。どうし、まあでも、まあいいか。とりあえずは、首取れてもいいでしょう。モデリングがだいたいできましたんで、テクスチャを貼っていきたいと。まあ簡単に言うと毛皮みたいなもんなんですけども、これをちょっと貼ってみました。さあどうかな。おぉ。ちょっと、いや、怖いな。やっぱ首の柔軟さがすごいな。でも、よくないこれ。ちょっとこっち向いて、こっち向いて、こっち向いて。でも、すごいな。いや、もう、わ、怖い、怖いけど、いや。ちょっと首の可動域はやっぱどうにかしよう。最近の猫はすごいなみたいになるから、これ。首をどうにかしようと思ったんですけど、まずは、座らせる、ポーズをちょっと取らせようかなと。立ってるばっかだとあれなんで、座らせる体勢を取らせてみました。ちょっと行動変えてやってみます。あ、どこ行った？一応座ってはないな。なんだ、何が原因だ。わっ。何？怖い。直してみました。おお、いいやん、わあ、いいやん、もうすでにかわいいやん。いいじゃないですか。ほら首もぐるぐるならなくなってるでしょ。ええ、直しましたんで。いや、かわいい、かわいい。この時点でもだいぶ今回こんぐらいで、ちょっとこいつに名前をつけたいなとね、ちょっと思いますんで。まあ親しみがないので、ちょっと親しみのためにですね、まあ鮭おにぎりですかね。うん、ベタにね、
とはもうファミマプレミアムチキン、まあピカチュウ、チキンナゲットね、チキンナゲット加工前ね、唐揚げくんね、唐揚げくん加工前ね、唐揚げ揚げ揚げね、アサイーですね、アサイーと流行りのね、だ深いですね、だ深くないですね。でダニー、僕はメタボでいいんじゃないかというふうに思いますんで、メタボくんにしよう、うん、よしよし、名前はまあ普通でいいでしょう。こんなもんでね。今回作ったのがバージョン多分 0.1 にして、バージョン 1.0 くらいになって公開したいと思ってますんで、で多分動画、まあ、バージョンある程度作って公開するんじゃないかな、多分3ぐらいまでは作って公開すると思うんで、コメントで要望いただいても当分は反映できないのかなと。ただまあ、0.3 以降はちょっとコメント聞きながら機能作るみたいなこともやりたいと思ってますんで、またよろしくお願いします。お疲れ様でした。今回はですね、行動する部分を作っていきたいと思います。どうなるか。はい、お、いや、ごくんだ。お、来た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 。ああ。